おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2219です。はい。今回紹介するのはですね、前回ね、何かをやりますと言いましたけど、今回もですね、またちょっとプラモデルをね、作っていきたいと思います。こちらはですね、入手してからちょっと時間がね、経っておりますけど、以前紹介したことがあるやつ、それにね、組み付けることによって、まあ、パワーアップさせるというかね、そちらのパーツとなっております。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、HG の144分の1ガンダムジェミナス01用アサルトブースター&高機動型ユニット拡張セット、こちらの方で紹介していきたいと思います。で、こちらのアサルトブースターに関しましては、旧キットの方ではね、最初からセットになってたんですけど、今回はこんな感じでね、バラ売りになりました。で、さらに後ろのね、高機動型ユニット、これに関しましては以前ですね、ロボット魂の方のジェミナス02ですね、あちらに付属していたものですね。ただ今回の HG のね、こちらのキットで新規のね、ギミックとなります2つですね、アサルトブースターと高機動型ユニット、これをね、組み合わせたこちらの状態ですね、こちらにできる新ギミックがね、あるという形となっております。一応アサルトブースターがこんな感じ、高機動型ユニットがこうですよと、こんな感じのパッケージとなっております。こちらはプレミアムバンダイの方でね、受注生産品となっておりますんで、今は確か買えないはずとなっております。はい。で、表がこうです、横を見るとこうですよと、ここのところにですね、一応アサルトブースターの方のフロントとリア、高機動型ユニットのフロントリアですね。で、こちらジェミナス01と組み合わせることで、アサルトブースターと高機動型ユニット装備形態を再現可能と。で、さらに新機構として合体機構があります。セット内容としてはこんな感じですね、パーツしかありません。なので別途ですね、 HGAC のジェミナス01が必要になります。はい。一応こんな感じのパッケージというかね、こんな感じの箱となっております。はい。ではですね、こちら早速開けていきましょう。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。いつものパターンですね、箱を逆さまにしてスポンと抜いておりますんで、説明書が上になってますけど、本来は底の部分になっております。とりあえず説明書を後にしまして、パーツの方から見ていきましょう。まずランナー一つ目というかね、一袋目がこんな感じです。こちらがですね、高機動型ユニットの方のパーツかな。で、こんな感じで、これも肩とかだと思います。で、くるっと回したこちらのところでね、ここのところにアサルトブースターの方の脚部パーツですね、こんな感じのパーツが収まっております。で、多分これとこれとこれを組み合わせることによってアサルトブースターだったと思います。はい。以上こんな感じですね。タグのところには HG144分の1ジェミナス拡張パーツというふうに書いてあります。はい。一応こんな感じの1枚目で、もう1枚がこうなってます。ここもですね、さっきのやつとかなり似てるっていうか、同じじゃねって感じがしますね。で、こちらもタグが一緒なので、これ両方とも同じかなと思います。はい。ただ成形色が違うだけみたいですね。で、こちらの部分が2枚目です。ここの部分にアサルトブースターの方の背面パーツ、こっちにも同じようなランナーが入っているという形ですね。なので基本的に同じ形状なのかな、一応そんな感じになってるっぽいので、まあ内容物としてはこんな感じとなっておりますよ。はい。で、説明書の方がこのようになっております。裏側のところがこっちですね。こっちが一応表かな。で、このように見ますと、パーツリスト、×は使用しないパーツということで、ここを見ていただくと、2枚あるうちの片方のね、このバインダー部分は使わないみたいですね。で、ここの部分は成形色違いだけど両方使いますからね。こっちもあります。なんで、バインダー部分とか一部のパーツが被るという感じかな。一応そんな感じの内容みたいです。で、シールもありますよと。で、ペラッとめくるっていうかね、くるっと回したこちら側。まずはアサルトブースターの方が作りますよ。カターパーツですね、メインパーツに前面パーツつけたりとかして作っていきます。それが左右分でね、ちょっと形状が違いますんで、そんな感じで作っていきます。バックスラスターがこんな感じですね。下のパーツにこのパーツ組み合わせて上から乗っけます。こちらのバインダーパーツをくっつけたらほぼ完成っていうね、こんな感じです。で、足に取り付けるときはレックスラスターはこんな感じですね。左右のパーツを組み付けて、それを閉じるような感じでね、このパーツを組み付けると、こんな感じと。で、取り付け方に関しましては、ジェミナス01の通常のね、肩アーマーを外して上に差し込みます。で、バックパックのところにね、直接差し込むと、この形になるよと。で、中のところに、高機動型ユニットですね。こちらのパーツ、まあ、タンク状のパーツを作って、前後のパーツで閉じますよと。で、ここの部分なんですけど、ロボット魂の時はね、ここの部分がグッとスライドして、こういう風にひねることができましたけど、こっちのキットではね、できないみたいですね。で、バックスラスターがこんな感じですね。中央のパーツ作って、アーム伸ばして、バインダーパーツをつける。こんな感じですね。で、収納状態、展開状態のが再現できるみたいです。で、中を見ますとこんな感じですね。左側、右側とこんな感じで作っていって、
背面パーツですね、こちらの収納パーツって言ってる、このパーツを取り外して手に持つことができます。レックスラスターは先ほどとね同じような感じで取り付けますよ。でこちらですね、ブースターポット、バックスラスターの装着ということでこんな感じで、ブースターポットの脚部装備ですね、それのやり方がこんな感じですね、乗っておりますよ。でこちらですね、高機動型ユニットの方とアサルトブースターの方のバックパック、これを2つここで組み合わせて背中に取り付けるみたいですね、こんな感じと。これで両方のね組み合わせができたという形となるみたいですよと。はい、一応こんな感じの中身となっておりますので、今回はですねこちらの方の組み立てすべてやっていきたいと思います。で次回こちらのパーツをね組み付けて、ジェミナス01の方のアサルトブースター装備、それと高機動型ユニット装備型、これをまずやっていった後に最後にね組み合わせて、まあ合体形態といいますかね、そちらの方やっていきたいと思いますんで、早速ですねパーツの方を準備してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらのところにアサルトブースターですね、こちらのところに高機動型ユニットのパーツを用意してあります。で基本的に右と左はね同じ構造となっておりますので、片方分だけ用意してあります。はい、ではですね早速アサルトブースターの方から作っていきましょう。まずですねこちらのパーツ、こちらの内側のくぼみですね、ここの部分に対して黄色いパーツをここにズボッと入れますよと。でこれですねズボッと入るのはいいんですけど、一番最後までいかないんですね、途中で止まります。これで正しい形になりますんで、このような感じでねこちらのところに配置しましたら、反対側のパーツですね、こちらのパーツを使ってしっかりと固定するというかね、ズボッと入れていきます。これができましたら、こことここですね、こちらに取り付けるパーツを用意します。それがこちらのパネルですね、こちらの小さい方のパネル、これとりあえず内側にね組んじゃっていいので、このパーツをね2つ組み合わせてこのパーツを作ります。同じような感じで先ほどのものよりもちょっと大きいやつですね、こちらのパーツを同様に組んであげてこのパーツを作りますと。でこちらの大きいパネルが上ですね、こっち側に配置されます。でここにですね溝がありますけど、このラインですね、これ向き決まっておりますんでね、その向きを確認しながらここの部分にプチンと引っ掛けてあげると、はい、仕上がりがこうなります。で下も同様にですね、ここの部分に同じような形で入れると、その時にね向きも確認しながらこういう風に入れて、パチッとね入れてあげればこんな感じで配置することができると。で前面のこことこちらですね、ここの部分に白いパネルパーツをズボッとね入れて装飾しますよと。でこれもですね向き決まっておりますんで、それを把握しながらねズボッと入れてあげれば、これで肩アーマーとかねこのパーツができたと。で先ほど入れたこちらのパーツですね、これに関しましては見ていただくとねなんとなくわかると思いますけど、こっちですね、ここの大きくくぼみになっているこちら側に対して細くなってて、上がちょっと広いんですね。でこちらも同様です、下の方が狭くて上の方が広がっているようなね、そんな感じになっておりますんで、この形になるように組んであげれば OK です。はい、これで片方がねできましたので、次にですね背面パーツいきます。背面パーツがここに置いてあるんですけど、先に脚部パーツいきましょう。脚部パーツですね、こちらで組んでるんですけど、これと同じような感じで組みます。でこれ組むのがですね実はちょっと大変で、まずこちらのね濃いグレーのパーツですね、これの内側に黄色いパーツを配置してシールを貼りますよと、こんな感じで。こちらのねベースパーツのここのところに突起がありますんでね、ここの部分にズボッと入れると。であと反対側にねこいつを入れてあげれば、これでこちらのパーツ組むことができると。ただこれに関しましては脚部パーツに組み付けてからやる感じになりますんでね、まあこんな感じでねまとめておくことはできますよと。それをやったのがこちらの形という風になります。なので基本的に成型色違いですけど構造は同じものとなっております。はい、ではですねこちらのバックスラスターいきましょう。まずバックスラスターがですねこちらのベースパーツ、これ下になります。こちらのこことここのねくぼみの部分に対してこちらのパーツを取り付けると。でこちらですねシール貼ってありますけど、このシール貼ってる方が前面になりますんでね、このような感じで配置します。でこうつけてしまうと間違いになりますんでね、ちゃんと向きを確認しましょう。事前にですねシール貼っておいた方がいいと思います。でこのように取り付けることができましたら、上からねこちらのパーツを使って固定しますと。はい、こんな感じ。そして側面のボールのところに取り付けるパーツとしまして、こちらのパーツ、これの内側のところにこいつをですねズボッと差し込んでいきましょうと。はい、そしてこちらのパーツを使って固定します。こちらがですね右側のバインダーとなりますので、ここの受けのところに対してこちらのパーツをズボッとつけてあげると、こんな感じにすることができると。でここの黄色いやつですね、こことこことここの3箇所、こちらの部分に関しましては付属のシールを貼っておく必要性があります。はい、ということでこれでねとりあえず片方分できましたので、肩と足、そしてバインダーっていうかね、これの反対側ですね、そちらちょっと作ってしまいたいと思います。
はい、出来上がったのがこちらと。で、これがね、できましたんで、ここの部分にプツッと入れてあげることによって、これでですね、アサルトブースターの方がすべて組み立て完了となります。あとは組み上がったこいつをジェミナス01に取り付けることによって、アサルトブースター装備状態にできるという形となっております。ではですね、残りの高機動型ユニットを作っていきましょう。高機動型ユニットの方がちょっと複雑というかね、ややこしい部分が一部あります。まずこちらのでかいね、丸いパーツ。こちらを用意しましたら、こことここの部分に、この筒パーツを入れますよと。で、こちら穴が塞がってて、こっち大きく穴開いてますけどね。この大きく穴開いてるやつが上ですね。こちらの部分にはまります。そして下の部分にこいつがはまります。ここまではとりあえず問題ないです。ただ、こちらの黄色いパーツですね。こちら。こういう風に見ると同じなんですけど、高さがっていうかね、こういう風に違いまして、この深い方っていうかね、この長いやつが上のここにはまりますよと。で、ぐっとね、奥まで入れてあげる。下のここの部分に浅いやつを入れるという風になっておりますんで、ここの部分間違えるとね、多分とんでもないことになりますんでね、ここの部分はちゃんとしっかりと入れてあげましょう。これができましたら、側面にある太いピンですね。ここの部分に、こちらのパーツを取り付けると。で、ここにちょっと突起がありますけど、これが上です。なので、最終的な仕上がりがこうなってしまうと、この形でね、完成させてしまうと、組み付けた時に逆になって、こういう風に、ね、上の部分に開口が出てしまいますんでね、こうではなく、ちゃんとね、向きを決めて、こういう風にね、しっかりと作ってあげると。で、あとは反対側からこちらのパーツを使ってロックしますよと。で、これでね、固定の方が完了しましたら、ここの部分にこちらのパネルパーツを設けますと。はい。で、ここに赤いパーツを取り付けると。で、こちらのね、赤いパーツに関しましては、この状態で組んでおしまいにはなるんですけど、後々、アサルトブースターの方と高機動型ユニットをね、くっつけた合体状態というかね、あの時にここの部分のパーツの組み替えが発生しますんで、ここの赤いパーツの接着は厳禁となっております。はい。これでとりあえずね、片方の肩アーマーができましたということで、脚部パーツを作ると。これに関しましては先ほどね、言ったこちらと同じ構造で作ってあげる。なので裏側ですね、こちらの部分にもシールを貼り付ける必要性がありますよと。はい。これでね、とりあえず脚部パーツができましたので、背面パーツですね、それを作りましょう。まずはですね、ベースとなるのがこちらの、ニョキッと伸びてるこいつですね。こちらのパーツを用意したら、くるっと回して、ここの部分に対して黄色いパーツですね。このパーツを差し込みますよと。取り付ける向きが決まってますんでね、その向きを確認して、ここにしっかりとセッティングしてあげます。そしたら上のパーツを使って、ここにね、ズボッと取り付けて、これで固定してあげましょうと。はい。これでこちらのパーツができましたと。で、これができましたら、くるっと回して、こちらの突起部分に対して、このパーツを組み付けると。で、こちらですね、向き決まっておりますんで、その向きを確認しながら、ここに引っ掛けるようにね、こういう風に入れてあげましょう。で、これができたら、ここの部分に、こちらのね、パーツを使って、今の可動部分を固定するように取り付けましょうと。はい、こんな感じですね。そして、こちらの側面ですね、ここのボール部分に対して、このアームパーツを付けます。これですね、若干形状違いますんでね、向きを確認しながら入れてあげると。まあ、とりあえずこれをね、ここの部分にプチンと入れてあげるという感じです。で、反対も同様にね、プチッと入れてあげて、これでベースパーツができましたと。で、これができましたら側面ですね。こちらの部分に取り付けるパーツとしまして、これとこれ。このパーツをですね、組み付けます。ここの端の部分はシールになっておりますんでね。このシールを貼り付けたものを用意して、まずこちらのパーツですね。こちらのパーツを用意しましたら、内側のところにこのパーツをこの向きで入れると。これですね、こういう風に入れるっていうわけではなくね、ここの部分がこっちの面と逆を向くようなイメージでつけるのが正しいみたいですね。なので、これをここの部分にズボッと入れてあげますよと。はい、こんな感じと。今組んだのは左側になりますので、こちらのパーツですね、ここの部分にこいつをね、差し込みます。こういう感じですね。これができましたので、先ほどのね、アサルトブースターと同様に反対側のパーツ、ささっとね、作ってしまいたいと思います。はい、出来上がったのがこちらということで、こちらのね、バインダーパーツをここにくっつけてあげることによって、これで組み立て自体は全て完了となります。で、余剰品としてね、ここのところに黒いパーツ、こういう風にありますけど、これはですね、先ほどここのパーツの時にも言いました、合体時に使うパーツとなっておりますんで、綺麗にね、切り離して保管しておくという形となっております。はい。いかがだったでしょうかね。一応こんな感じでね、二組っていうか、こういう風にね、二つ作ることができると。こちらの、後々ね、ふくらはぎにつけるパーツ。これがですね、成形色違いだけということで、ちょっと面白みにね、欠けるかなって感じがしますけどね。とりあえず、肩の部分とふくらはぎ。これがね、同じ色になるようにセットにする必要性がありますんでね。
できることならここの部分もちょっと形状が違ったらね、もっと分かりやすかったかなって感じがしますけど、まあ一応こんな感じになっておりますんで、組み立て自体はまあ特に問題なかったかなと。一部分シールですね、こういう部分とかちょっとシール貼ったりとかする部分が後々ね剥がれてくる危険性がありますんでね、ここの部分はガンダムマーカーとかでねさっと塗ってしまった方がね非常に綺麗に仕上がると思いますけど、まあ組むのは簡単だったんで問題ないかなと。ちょっとですね、入手するのが受注生産限定なんでね、そこの部分がちょっと入手しにくいかなっていうのと、あと取り付けるベースのねジェミナス01とかですね、あちらの方もね受注生産限定なんで、まあ大変は大変なんですけどね、これ自体は結構良かったと思います。はい、ということで今回ですね HG144/1 ガンダムジェミナス01、これね取り付けることができますアサルトブースター&高機動型ユニット拡張セット、こちらの方のねアサルトブースターと高機動型ユニット、こちらをね組み立てをやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はこちらのね高機動型ユニットとアサルトブースターの方をねジェミナス01につけていきたいと思います。で旧キットの方もねありますんで、そちらとのまずこちらのパーツですね、アサルトブースター、これの比較をした後に装備状態、それで比較、その後にこっちの組み替えとかね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。